こんにちは、ロジュラ TV です。トラブルがありましてですね、カメラに入れてたマイクロ SD をパソコンに入れたままちょっとカメラに挿すの忘れてたんで、ちょっと急遽ね iPhone で撮ってます。今からですねラーメン屋さん行きたいと思うんですけど、ロジュラ TV ではねラーメン長いこと行ってなかったですね。ちょっと久しぶりにまあラーメン行きたいなっていうことで、今年オープンしたお店の中からちょっと気に入ってるお店をね一気にピックアップしました。ラーメン木村さんというお店で、もともとは麺処雁木さんっていうね有名な人気店の方が、まあ、そこを一旦閉めてね移転してまた新しく再オープンされたお店なんですけど、お出汁がうますなんすよ。そしてワンタンもうます。まあラーメン自体ももちろんトータルでうまいんですけど、特にね僕お出汁が好きなんですよね。ということで早速行ってみたいと思います。じゃあ早速行ってきます。メニューはね、一番有名なのはこの大出汁醤油ラーメンなんですよね。それ以外に濃厚鶏ラーメンとか期間限定麺混ぜそばなんかもいろいろあります。丼も面白いでしょ。ネギダレチャーシュー丼、この特製にするとねワンタンとか卵もついてくるんで、今回はこの特製のねラーメンをいただきたいと思います。まずはスープからいただきます。かなりこのスープが濃厚で、一乗寺のね、まあ、極系さんをイメージしてもらえると分かりやすいかもしれないんですけど、そのぐらい濃厚ですね。でこの麺は定額さんの麺を使われていて、すごくもっちりしてるんですけど、これがよく絡みますね。いや美味しいです。でスープにはね鶏だけじゃなくて少し豚もねブレンドされていて、さらに返しで醤油、昆布、椎茸、香味野菜使われてるので結構あっさりします。後味がで、この山椒を入れるとねかなりまた風味が変わってくるんですよね。濃厚なのにちょっとこう和なあっさりとした味わいになるので、これすごく合います。味変におすすめですね。いやこれうまお次は魚出汁醤油ラーメンですね。まずはスープからいただきます。こちらのラーメンに関しては自家製麺なんですよね。北海道の小麦で北ほなみという小麦を使用された自家製麺で、全粒粉入りです。でこの麺がね結構長めなんですよね。こうずる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 すすってますけど、結構長さがあります。で香りが豊かですね。だからこのお出汁の効いたスープとの相性が非常にいいです。でこのねお出汁がやっぱりねすごいんですよ。コクとキレと旨味がありましてね。何から出汁引いてるかというと、サバ節、カツオ節、煮干し、羅臼昆布から引いた出汁と原木椎茸、牡蠣の煮干し、
スルメから引いた出汁をブレンドしてるんですよね。これね、一切動物系の素材を使ってなくて、全て国産素材で化学調味料も使ってないっていうこだわりぶりなんですよね。だから結構ヘルシーですよね。いやー、うまい。でこのチャーシューもね、あっさりしてて柔らかくて美味しいです。これ特製にするとチャーシューが3枚と味玉とワンタンがついてくるんですよね。これちょっと高めなんですけど、おすすめですね。どうせ食べるならこれにしたいですね。はい、ここでネギダレチャーシュー丼の登場です。このネギダレかなり珍しいですよね。でチャーシューもすごく細かくカットされていて、このネギダレとチャーシューのこの食感が近いんですよね。これはやみつきになる。なんとかパッカーンとできた卵をいただきます。これもね、煮加減が抜群。すごい柔らかくてあんまり固まってないんで、ね、美味しいですよね。食感がこれなんか特製にすると、この味玉、そしてワンタン、チャーシューと、まあこの麺のおかずになるもんがすごい大量にあるんで、うまそうなんですよね。もういくらでも食べられる感じがします。あ、これワンタンですね。ここのワンタンはね、最近いろんなラーメン屋さんで見かけますけど、特に美味しいですね。あ、もうちょっとね、ここから早送りで進みますけど、本当にこのね、あと味すっきりの、あと醤油もね、ブレンドされてて、すごいね、いい返しを使われてて、これも相性抜群なんでね、もういくらでも飲めるんですよね。普段ラーメン屋さん行ってももうね、スープ会員しないんですけど、ここのラーメンはね、ちょっと久しぶりに会員してしまいましたね。飲んでるなぁ。ここの店主の方は、だしマイスターと、だしソムリエと、味噌エキスパートっていう資格を取られてるんですよね。なんかもうそれも納得の美味しいお出汁でした。ラーメン木村さん、お邪魔したんですけど、うまそうでしたね。やっぱりだしが。すごいね、澄んでてすっきりしてて飲みやすいですね。旨味がね、しっかりありました、はい。まあ、余談なんですけど、ラーメンっていろんな書き方があって、今日の木村さんはね、ラーひらがなのラーにちっちゃいアーに麺感じなんですけど、全部カタカナのラーメン、全部ひらがなのラーメン、漢字のラーメンとかね、結構いろいろあって、別にどうでもいいんですけどね、字幕とか起こすときにどのラーメンやったっけなみたいなのをちょっと確認しがちですね。インフルエンサーあるあるかもしれないですけど、木村さんのあのひらがなと漢字のラーメンはなんかちょっとこうコンセプトがやっぱりわーというかね、和食っぽい、やっぱ出汁のしっかりとした旨味を出されてたんで、多分あの表記にされてるんじゃないかなと思ってます。ラーメンね、まあちょっとね、最近あんま行ってなかった、久しぶりに行ったんですけど、またしばらく行かないかもしれないですけどね、また美味しいとこ見つけたらふらっとご紹介したいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。